ボイチェフ・ヤルゼルスキ、ボイチェフ・ビトルト・ヤルゼルスキ、1923年7月6日から2014年5月25日は、ポーランドの軍人、政治家。軍人としての最終階級は、上級大将。元ポーランド統一労働者党第一初期、首相、国家評議会議長、ポーランド大統領。ポーランドのルブリンケン、プワービ軍のクルフで、 愛国主義的な貴族の子として生まれる。祖父は1863年にロシア帝国支配下で起こった1月放棄に参加し、父、ブワディスワフも1920年のポーランドソビエト戦争に参加している。ワルシャワのビエラヌイ地区にあったカトリック修道会の寄宿舎で教育を受ける。少年期のヤルゼルスキは新人部各とても優秀であったと言われている。 1939年に家族と共にリトアニアに亡命。リトアニアがソ連に併合されると、1940年にはシベリア地方に抑留され、タイガでの森林伐採に回された。この時雪の強い照り返しで目を痛め、以後、色付きのメガネをしているとされる。なお、父は、この抑留中に命を落としている。ブワディスワフ・アンデルス率いるポーランド亡命政府軍に、 入隊志願したが失敗し、同時期に編成された親ソ連派のポーランド軍団への入隊を図る。1943年、ロシアのリャザンに設けられた士官学校で学び、ヘンルイク・ドンブロフスキの第二不評師団に偵察小隊の指揮官として配属される。大戦末期におけるビスワ側での戦闘やワルシャワ解放などに参加した。1945年5月に、 ナチスドイツが敗北し、第二次世界大戦が終結すると軍内で地位を固めた。1947年からポーランド労働党、1948年からポーランド統一労働党員、上級副評学校とケイスベルチェフスキ、名称参謀本部アカデミーを優秀で卒業、1957年に第十二機械化師団長を務めた。 1960年には軍政治総局長に、1965年には軍参謀総長に就任し、1962年に国防次官、1968年4月から1983年11月まで国防大臣を務める。1980年7月に北部の都市、グダニスクで食肉の値上げを原因に起きたすと、 きっかけに造船所の公員レフ・バワレンサ、レフ・ワレサが自主管理労働組合、連帯を組織し委員長に就任した。民衆からの民主化への要望が高まる中、ヤルゼルスキは1981年2月に首相に就任。また、同年の10月から東大一初期を兼任することになる。その後も高まる民主化運動とそれの伴うソ連の内政介入への 対抗策として1981年12月13日にポーランド全土にを布告したものの民衆の民主化要求に背くこの行為は共産権を除く世界各国から激しい非難を浴びる結果となる戒厳令中の1983年2月に史上初のポーランド出身のローマ教皇であるヨハネ・パウロ二世がポーランドを訪問した際には 直接的な批判は避けながらもヤルゼルスキに対し、人間の顔をした社会主義を実現する様子よう強く求めた。修道会寄宿舎で学んだ経歴を持ち、新人仏会カトリック教徒であるヤルゼルスキは、この時のローマ教皇との会見がその後の方向転換の大きなきっかけとなったと後に語っている。なお、ヨハネ・パウロ二世はこれ以降も連帯を始めとする。 民主化運動への有形無形の協力と社会主義政権への圧力を粘り強くかけ続けた。その後ヤルゼルスキは1981年から1983年まで旧国軍事会議議長、1983年からはポーランド軍総司令官となった強行訪問後の1983年7月には戒厳令が解除され、ヤルゼルスキは 社会主義の枠内での経済改革を試みたが、連帯率いる労働者からの支持が得られず効果は上がらなかった。その後1985年11月には国家評議会議長に就任したが、同年にソ連ではペレストロイカ政策を推し進めるミハイル・ゴルバチョフが共産党書記長に就任し、その結果ポーランドをはじめとする東欧諸国にも民主化の波が急激に押し寄せた。 このような民主化の波を受け、1989年2月以降数度に渡り、行われた円卓会議と呼ばれる連帯を中心とする反体制側との会議で上院の新設や下院立候補の制限緩和、連帯の合法化などの大幅な民主化政策の実施についての合意を成立させ、民主化への道筋をつけることに成功した。 その後1989年6月に行われた部分的自由選挙では連帯系候補者が地滑り的な大勝利を収め8月2日には統一労働者党共産党出身のチェスワフキシチャク内相を合意に首相に指名したもの連帯が認めず組閣に失敗しその後8月24日に連帯出身のタデウシ・マゾビエツキが首相に指名された ヤルゼルスキ自身は先立って行われた円卓会議での合意の元ポーランドの初大統領に選出され、1990年12月まで大統領を務め、初の自由選挙で大統領に選出されたかつての政敵バウェンサにその座を譲って政界を引退した。政界を引退してからの彼は回想録を出版した後、 ポーランド政府から年金を受け取って生活していた。しかし2007年4月17日、1981年の戒厳令布告の際の民主化弾圧の責任を問われ、ポーランド検察によって起訴された。高齢であることを考慮され、自宅から毎月裁判所に出廷することを許された。弁護側は、ヤルゼルスキがあの時戒厳令を布告して民主化運動を取り締まらねば、 ソ連が介入してきたはずであり、結果的にポーランドの独立を守ったと主張したが、検察側は、ソ連はポーランド内政に干渉しないという当時のソ連、指導部の文書を提示し、ヤルゼルスキー側の弁論に反論した。有罪ならば、懲役10年程度が予想されていた。2011年より、がんの治療を受けていたが、2014年5月初旬に、脳卒中になり、 呼吸困難や体の麻痺などの症状を訴えて治療中だったという。2014年5月25日午後3時24分、脳梗塞によりワルシャワ市内の病院で死去。90歳没。ヤルゼルスキは戒厳令を敷いたことで非難されており、実際に戒厳令中には民主化を主張するポーランド人を弾圧した。しかし一方で熱心なカトリック信徒でもある。 彼は、教会に逃げ込んだデモ隊に対して弾圧を行うことは、決してなかった。また、以下に述べるように、当時のポーランドの置かれた、国際政治環境を考慮する必要があり、対局的視野において評価すべきとの意見も根強く、同時代的評価と歴史的評価との間で評価が割れている人物でも、ある。実際のところ、ソ連の衛星国である。 当時の東欧諸国が、その影響下から離脱しようとしたとき、ソ連が容赦なく軍事侵攻している事実がある以上、例、ハンガリー動乱、プラハの春、戒厳令をしかなければ、ソ連政府はポーランドへ軍事侵攻を実行に移すことは明白であった。実際に、ソ連からは有効な対策を打たなければ、実力行使を行うという期限付き最後通告を、経ており放置しておけば、 ソ連の介入でポーランドが壊滅すると考えた末で、戒厳令を決断したとされている。一方、ククリンスキ文書において、当時の政府内部では民主化運動が過激化して収集がつかない状態に陥れば、最後の手段としてソ連、その他ワルシャー条約機構軍の受け入れ要請を行うのやむを得ないという選択肢も検討されていたことが明らかになっている。 しかし当時のヤルゼルスキ政権はソ連との間でポーランドの石炭と引き換えに食料や燃料を受け取るバター取引により国の生命をつないでいる状態であり民主化運動が過激化して無政府状態にでもなればそれは即座に国民の多数が合死する事態が容易に予想されたことから東側軍隊の受け入れが検討されたことは最後の手段としてならば ごく自然な選択肢であるとも考えられる。ヤルゼルスキー自身も後に、あれ、改元令の布告は、ソ連の介入という事態に比べればより、小さな悪、レッサー・エビルだったといった発言をしているが、連帯運動の中心的指導者の一人であり、当時は政府と激しく対立していたジャーナリストのアダム・ミフニクは、この、ヤルゼルスキーの立場を全面的に支持している。 自らが悪者として泥をかぶり、ハンガリー動乱やチェコ事件のような悲劇を未然に防いだことは彼自身の功績であるという考え方もできる。また、ポーランド民主化運動も彼が拒否し、弾圧を過激化させていたならば、平和的に無欠で政権交代に及ぶことができず、ルーマニア革命やユーゴスラビアのような内戦に陥る不安もあったと、ことれている。当時、 鋭く対立していたバウェンサもその状況は理解しており、ヤルゼルスキを裁くのは間違いだと強く主張し、彼に対する評価は現在の世論や政治家や司法ではなく、後の世の歴史家の判断に委ねるべきだと述べている。東欧革命ではバウェンサに主役の座を譲ったが、彼自身も革命的政治家として東欧革命の主役の一人であった。晩年は旧敵。 バウェンサと信仰を深め、時折両夫妻で食事を共にするほどの中であった。かつての宿敵同士は、今や互いをこの世で、最も理解する無二の親友となった。旧民主化運動のパーティーに呼ばれることもあった。ヤルゼルスキが体調を壊してからは、バウェンサが見舞いに来ることも多かった。これらの際にヤルゼルスキとバウェンサが歓談している。写真は、頻繁に報道されている。 ポーランドの最高軍事勲章であるビルトチミリタリ勲章を受章。スマバルバラは哲学科学純博士。一条有する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。